はい、こんにちは。物欲高めじんモンモンだよです。今回ご紹介するのはゲーミングヘッドセットです。これで自腹購入しています。というのも PUBG、PUBG などゲームを出先でやるときにね、実はマイク付きのイヤホンがこれまでなかったんです。自宅でやるときはヘッドホン、マイク付きのゲーミングヘッドホンを使ってゲームをしていたんですけれども、これまで PUBG モバイルであったり出先のノートパソコンで、PUBG するときは、マイクがねないので、まあ、ボイスチャットできずにやっていたんですけれども、さすがにヘッドホンを持ち運ぶのはちょっと苦しいので、イヤホンタイプでマイクが別についているタイプの商品がねちょっと欲しかったので、 Amazon でマイクイヤホンとかで調べるとドロドロとね中華製の商品が出てきますよね。その中から、まあ、適当にというか良さそうなものを一つ今回ピックアップしました。さすがにねレビューを除いてもね、なかなかステマ的なものもあったりということで、本当に何がいいんだろうなということで、マイクにノイズが入るか入らないかみたいなところね、イヤホンの音質はまあいいんですけれども、どっちかというとマイクにノイズが入るか入らないかみたいなねところが使い物になるかっていうのが非常に気になっている点です。マイクがないとね言いましたけれども、先日紹介したソニーの EX650 だと、ほら見てください、ここにねイヤホンマイクちっこいねマイク付きのイヤホン、これだったらあるので、これでなんとかねやったりしたんですけれども、さすがにねこの小さいマイクだと苦しいかなということで、今回このようにマイクが別についている商品を購入しました。音質の比較もしてみたいと思いますけれども、さすがにこのねイヤホンのケーブルについているマイクよりはいいとは思いますけれども、どうでしょうか、ちょっと見ていきましょう。ちなみに価格が2549円の 5% オフが適用されているという商品ですね。ブランドがミュージリー、あ、これなんか商品提供で前回というか相当前にオーディオ商品紹介した気がするメーカーですね。ゲーミングヘッドセット、ゲーミングイヤホン、プレステ4ダブルマイク設計、無指向性、取り外せるマイクロフォン、荒野行動対応と書いてあります。今回無線タイプではなくて有線式のイヤホンです。ちょっとね Bluetooth 接続だと、遅延があるので FPS には厳しいと思っています。このようにパッケージ、赤と黒の、まあいかにもゲーミングという感じのパッケージですね。では開封してみましょう。開封しました。こんな内容になっています。ちょっと見ていきましょうか。これねイヤーピースですね。イヤーピース、そしてパソコンつなぐときにさすがにケーブルが短いということで延長ケーブルがついています。このように主にデスクトップパソコンだと思いますけれども、4極からこのように3極に分離してマイクとイヤホンを分けるためのケーブルがついています。そしてこれが外部マイクですね。このようにワイヤーが入っていますので自由に角度調整して口元に持ってこれるマイク。ただマイクのサイズ的にはとってもちっこいな。ソニーのイヤホンのケーブルについているマイクと、まあ、さほど変わらない大きさなので、ちょっと音質はね不安になってきました。このようなマイク、そしてあとは本体です。本体はこのように、まあ、よくある Bluetooth のイヤホンよりちょっと大きい感じの、今回有線タイプですけれども、このような角が生えた形のイヤホンです。なかなかね形はかっこいいですね。ケーブルは細めの丸いケーブルです。赤いねアクセントが非常にかっこいいですね。そして実はマイクなんですけれども、先ほどのこのように外に取り付ける外部マイクとは別に、外部マイク使わない場合はねこのようにコントローラー部分、リモコン部分にもマイクついてますので、ここでこのスライドスイッチで実は音量を切り替えられるのが、これなかなか便利かなというふうに個人的に思っています。まあ、このようなシンプルなリモコンがついています。そして端子は4極タイプで音声とマイク両方を備えた端子です。では音質と実際にマイクで録音してみたいと思います。音質ですけど正直ね良くないです。低音がねあんま出てない、なんかねシャカシャカとした音ですね。中高音が、まあ、出ているっちゃ出ているんですけれども、薄っぺらい感じの音です。なので、まあ、音楽リスニング用としてはねあんまり向かないかな。うん、有線なんですけれども、こういう無線式のサウンドピーツのトゥルーフリープラスとか、まあ、こういったもののがね全然音がいいです。あと比べるのもねちょっと失礼かもしれませんけども、価格帯も違うのでね、このソニーの
EX650 とね比べるともう断然音の厚みだったり定位が違ってきますので、まあ、あくまで音楽リスニング用という観点で言うとちょっと厳しいかなというふうに感じました。では次マイク音質チェックしてみます。今録音しているのはいつも動画撮影で使用しているピンマイク、これ中華製の安いピンマイクですけれども胸に取り付けて会話しています。音質どうでしょうか。今録音しているのはミュージリーのゲーミングイヤホンで録音しています。外部マイクを取り付けていない状態でケーブルの途中についているリモコンについているマイクから録音しています。いかがでしょうか。あいうえおケーブルがぶら下がっている状態なので口元とマイクの位置っていうのは、結構距離は安定しない状態ですね。どれぐらいで撮れてますでしょうか。次に外部マイク装着してみたいと思います。外部マイクはこのイヤホンに端子がついてますのでカチッと差し込むだけです。そうするとこのようにマイクがつきます。これ自動的にこのリモコン部分のマイクはオフになるのかな。ちょっともしくは両方聞いてるかもしれませんね。こんな感じで録音してみたいと思います。次に口元に外部マイクを取り付けて録音しています。いかがでしょうか。イヤホンからイヤホンの端子部分にマイクを差し込んで、口元にワイヤーでね持ってきて録音しています。顔が動いても口元とマイクの距離はあまり変わっていないかなと思います。どうも外部マイクを取り付けるとリモコン部分のマイクはねオフになるようです。いかがでしょうか。チャット等にね耐えれる音質でしょうか。外部マイクで録音しています。次にソニー MDR-EX650 のマイクで録音しています。こちらもケーブルの途中にマイクがついている、リモコンがね、ついていて、そこにマイクがついているタイプです。いかがでしょうか。ソニーの MDR-EX650 のイヤホンマイクで録音しています。ということで、マイク音質いかがでしたでしょうか。やはりね、このケーブルのリモコンのマイクを使った場合は、ちょっとね、だいぶこもった感じであまり良くないんですけれども、この外部マイクを使うと非常にクリアで驚きました。なかなかいいんじゃないでしょうか。ソニーの MDR-EX650 のマイクも結構ね音量大きく取れていいんですけれども若干ねこもる感じあるかなというふうに感じました。ノイズに関してはね一番低いんですけれども、音のクリアさというか、声の聞きやすさはこのマイクを使ったね方が一番クリアに録音できていたんじゃないかなと思いますがいかがでしょうか。特にね低音が響いたりせずにしっかりと録音できてたかなと思いますので、まあ、マイクの音質としては私的には合格かなと思います。なのでちょっとこれプライベートに買ったんですけれども仕事用のスカイプ等でもこれ買い増しようかなというふうに思っています。では PUBG は Surface Pro 6のブラックエディションでやってみたいと思います。最低品質で辛うじてね動くレベルで旅行先や出先で簡単にねプレイなんとかできるのでなかなか重宝しています。Surface Pro 6の Core i5 はファンレスですのでなおさら音がねうるさくなくてプレイとしてはね結構快適です。ということでサーバーがね重い時はちょっと Surface Pro だとね、厳しい感じはありますけれども、まあ、なんとかプレイできるかなという感じです。音楽リスニング用途ではちょっとね厳しい音質だったんですけれども、PUBG などのゲームだと結構周りの敵の位置とか、銃声がね、聞こえてくるのでそこは驚きました。なのでヘッドホンとまではいかないですけれどもある程度ねどちらの方向から足音してくるかみたいなところが音楽聴くときとは違って意外と分かるなっていうね感触を受けましたので、まあ、ゲーミング用途であったりボイスチャットそしてスカイプ等の用途であれば
問題なく使えるかなと思います。もう少しマイクのレベルが高ければいいなと思うんですけれども、今回はミュージリーのこういったゲーミングヘッドセットをご紹介いたしました。ちょっとね買い増しようかなというふうに感じましたので、皆さん気になる方はチェックしてみてください。ということで今回も見てくださりどうもありがとうございます。